ここは慎重に行こう。ちょっと待ってくれ。
八神です。だが、それって分かった。ああ。八神。ああ。ああ。わかった。ダメやー。
野郎。なあ、ああやはー。ところで、なんだ、つまり何じゃと。ちょっと待ってくれ。なあ、そうは言ってもよ。ん？ヤガミ。はあ。どうすりゃいい？そんなことないよ。何もないだって？そんなはずないよ。君には素晴らしい花火を作る才能があるんだから。瀬山のおっちゃん、純平君、君の才能は本物だ。その才能は暴走行為のためなんかじゃなく、みんなを楽しませるために使うべきだよ。だがよ、瀬山のおっちゃん、俺様は実家を感動されちまったんだ。花火師になんてもうなれねえんだよ。純平君、実は今日八神さんが君に挑むと聞いて、僕もいろいろと準備をしてきたんだ。純平君の才能は本物、そうですよね、お父さん？実は以前から何度も純平君のお父さんには面談をさせてもらっていたんだ。純平君の感動を解いてあげられないかってね。でもお父さん頑固者だ。堅くなにうんと言ってくれなかった。だけど今夜、純平君がとても手強い相手と命がけのレースをするって聞いたら、心配になって来てくれたんだよ。ですよね、お父さん？このすっとこどっこいが、花火をくだらん競争なんかに使いやがってよ。すまねえ親父。純平君、お父さんは驚いてたよ。純平君の打ち上げる花火を見て、すごい技術を使ってるそうじゃないか。ですよね、お父さん？この与太郎が、あんなもんはな、やかましいだけのどんちゃん騒ぎだ。お父さん、本当の気持ちを伝えてあげてください。これが最後のチャンスかもしれませんよ。ペラボーめ、俺の気持ちだ。男はな、てめえの気持ちなんざ口にしねえんだよ。お父さん、言葉にしないと伝わりませんよ。言ってあげてください、あなたの気持ちを。だがよ、まあ腕は衰えちゃいねえようだな。お父さん、さっきはあいつはすげえ、俺以上だって言ってましたよね。てめえ瀬山、そのことは。お親父がそんなことを。そうなのか親父？確かによ、お前の花火には魂がこもってやがった。
てめえの伝えたい思いが爆発してやがった。あれはまあなんつうかその大したもんだったぜ。お親父、俺はとんでもねえ才能を放り出しちまったのかもしれねえ。つまらねえ喧嘩なんかだよ。俺もやけが回ったみたいだぜ、ちくさめ。親父。純平君、君も親父さんに言いたいことがあるんじゃない？ん？親父、俺様には幸せにして人がいるんだ。俺様の花火を使ってよ。だから親父。この通りだ。族からは足洗って真面目に生きるから、俺様にもう一度花火を教えてくれ。お願いします。まあお前がそこまで言うなら考えてやらねえこともねえけどよ。それじゃあ俺様の感動を解いてくれるのか。当たり前だ、この当変僕が。すべこを言わずにちょっとと戻ってきやがれ。おやじ。ギアガミ。おう。ああ。ああ。やってくれるぜ。なあ、ルールは絶対だ。ヤガミ、なんだって？おい。やりちゃー。